の香りです。アルバです。アルバちゃんです。どうも初めまして。初めまして。アルバちゃん知ってる方もいらっしゃるんじゃないかな。多分ほとんどいないと思って、ちょっと自己紹介させていただくと、アルバと言いまして、シンガーとか YouTube とかいろいろやってるんですけど、宮里香織さんのひっつき虫っていうことでやらせて、そういうことアルバちゃん一応ね、ブレイキングダウン出てたんだ、ね、そう、オーディションにだけ9に出て見切れてたんですよ。そうね、2人で JK コーデしてるんですよ。はずい、はずいよ、はずい、恥ずかしい。いや大丈夫、結構みんなぶっ飛んでるから。いや、あのね、この格好で車降りるのめっちゃはずいね。さっき人気のないところで私一人でタバコ吸ってました。そう、うち20分待ってしまったね、すいません。今日26人見られとったら嫌なんですけど、あのハロウィンなんですよ。富山のハロウィンに来ております。で、今日の企画は何なんですか？そう、今日の企画はですね、はい、私の YouTube はあの男性視聴者が多いということで、女性に男性に求めるものはっていうのをインタビューしてって、男性の諸君それを意識して女を落としてもらいたいな。あ、確かにそこは大事。うん、ってことで仮装してる人いっぱいいるんで。すげえ、ティラノサウルスが6体もいる。あ、ほんとや。すごい。じゃあガチですごい。名古屋って意外と盛り上がってんだよね。名古屋暑い。うん。ちょっと女の子にインタビューしていきますか。いきまーす。いきまーす。ちょっとなぜアルバちゃんにしたかというと、まず名古屋っていうのと、コミュ力がとても高い。いけるかな。すげえ期待されてる。え、これ、あ、一応中見えるんだ。ほんとだ。あ、女の子も聞いてみます。これ何のコスプレですか？これは妖精。あ、妖精か。めっちゃ可愛い。男に求めるものを聞いているんですけど、これはないとあかんみたいな。ファッションセンス。あ、ファッションセンス。あ、確かに。ファッションセンス。筋肉。筋肉大事。あ、じゃあ浮気しない人。あ、しない人。清潔感や。清潔感。清潔感大事。浮気しない人。浮気しない人。ファッションセンス。筋肉。筋肉。身長。身長。身長最低何センチとか。175欲しい。あー、あ、確かに確かに、お姉さんの身長が高いから。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください。求める、一番求める、容姿でも内面でも何求めますか？性格でも彼女のことを一番大事にしてくれる。ああ、何において、何において、なんか全てにおいて彼女を一番に捉えてくれたら嬉しい。愛だ。何だろう、何求めます？待って、めっちゃ可愛いんだけど、うん、なんかモデルとかしてそう。何だろう、モテそう。モテそう。今まで何に告白されました？一回もないですよ。あ、高嶺の花すぎてね。いやいやいや、優しさ、王道だけど優しさ。確かに確かに、優しくない人は論外ですね。いや、嫌じゃない、しかも殴られたら。そんなレベルの、そう、そんなに可愛いのに。優しさ、優しさ、思いやりがある人かなって思う。なるほど、なるほど。ありがとうございます。え、おいくつですか？2人。高1です。あ、高1。大人っぽい。めっちゃ可愛い。可愛いじゃん。可愛い、めっちゃ可愛い。2人可愛い。じゃあ学校の制服？そ
かわいい、ありがとうございます。楽しんでください。ついでになんですけど、ダメ元で経験人数教えてもらっていいですか？あ、でも付き合ったことある？ないです。一回も？やだやだ、嘘嘘嘘、一度もありますよね？ない。なるほど。いや、やだ、経験人数ごめんね。でも高1だもんね。そっか、でも高1か、そっか、確かにそうなのかもしれない。すいませんでした。忘れてください。何人聞いたっけ？なんかさ、まだ3組だけど。3組か。思ったより体力を使う。使うね。じゃあ進むのが大変だし。人が多いから。そうそうそう。でももっと攻めたい。攻めたい。もっと攻めたい。事件に経験人数聞くのはちょっと心痛い。いや、全然いい。全然いい。ノリノリで行こう。インタビューしてもいいですか？何のインタビューですか？男に求めるものみたいなの。男に求めるもの？記録が早い。あ、記録が早い。記録が早い。記録遅かったら、あかんあかん。何のインタビューですか？男に求めるものみたいな。男はやっぱりイケメンと金と、やばい、イケメンと金と記録の速さが一番大事やで。寄ってますか？寄ってないよ。違う違う。もしもし、どこ？寄ってない方が怖いけど。あ、いくつですか？15。15歳。15歳で経験人数何ですか？3です。おー、意外と少ない。意外と少ない。3です。17人。絶対そうだ。何人何人？3人、結構ガチ。3人。何回言えるよ。マレックス。どうです？質問します。どこに求めるもの、一番求めるもの何ですか？せーの、容姿。おー、容姿だよな。容姿。え、主にどういうのがタイプ？かわいい系の顔。かわいい系の顔か。犬系。目が二重で。二重がいいよね。え、どういう系の顔？口角が上がった。口が好きです。経験人数何ですか？大本当ですか？いくつですか？18年。本当に？なんかさ、今日みんななんかすごい純粋だ。なんか申し訳なくなる。なんか素敵。ありがとうございます。楽しんでください。かわいい。本物の経験ですよね。偽物やから。特に求めるもの。聞いとって。ファッションセンス。ファッションセンス。何？性欲？性欲大事だよね。性欲ない人無理だよね。強い人がいいってこと？考えられる。男は性欲強くあってほしいよね。強すぎてもきちょいけどね。そうだから、あのコントロールできる。あ、そういうことか。そう、間違いない。あれ、おいくつですか？21です。21。アタメだ。21です。アタメ、来月誕生日おめでとう。ちょっと今男に求めるの聞いとって。容姿だ。容姿。確かに信頼第一ですね。ありがとうございます。さっきナンパされてて、めっちゃ可愛いと思ったんで届きました。ありがとうございます。なんかすごいね、いろんな人いて面白かった。面白かった。可愛いし、みんな可愛いし、ね、皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。